さあこんにちは。さあ豊さん、ドラフト会議が今まさに行われておりまして、おー、1位が出揃ったな。12チームの1位が出揃いました。そうちょっと興奮しております、はい。まあ、やはり、ね、宗山選手それから金丸投手に人気が集まるんじゃないかと言われておりまして、はい、宗山選手そうでしたね。宗山が5球団、はい、そして金丸が4球団ということで、あの金丸投手はすべてセリーグ、まあ、そうだなでしたね。セリーグだったんですけれども、本当だな、はい、なのでこれは、どこからまず見ていきますか。 まず、宗山選手、いや、まあ、決まったところは、うん、もうヤクルトが中村、はい、一本釣り行きました、ね、160キロを計測したというね、はい、まあ抑えでもいいし先発でもいいしっていう ね、 そうですよね。まあどちらかというと抑えに使ってくるかなっていうような、まあ、ヤクルトはね、はい、まあ、そんな感じがするし、ヤクルトは当初、はい、あの金丸投手行くのかなとか宗山選手行くのかななんて言われていましたが、はい、やっぱりピッチャーでね、ピッチャーで行きました。それとやっぱり一本釣りできるんじゃないかっていうようなところで、うん、駆け引きで来たよね。来ましたね。それはやっぱ中村だってめっちゃあのドラフト1位、堂々たるドラフト1位で、そうですよね、素材的にはね。で、豊さんもヤクルトはやっぱ高津監督がもし金丸通して、はい、あの重複した場合ちょっとくじ運がと話していたので、うん、ヤクルトは、まあ、そうだね、はい、それも考えて違う投手、いやーよかったな、中で見事いきましたね、はい、中村投手、中村ね、まあ、豊さん的にはまあ後ろ、まあ、前でも後ろでもいいんだけど、中村って前をやらそうと思ってもできるからね、うんうん、だからまあ、ただそのチーム事情からすると後ろやるんじゃないかっていうような感じはするけどもね、やっぱり後ろが今いないっていう不在なところでっていうことですね。まあ、試してみることはあるにしても、やっぱ抑えがピタッとくるかなっていうような感じはするけどね。そうですね、はい、で一本釣りできたのはこのヤクルトのみでした、はい、あ、中村よかったね。でもね、おめでとうございます、はい、まあ、あのここから交渉権を得たということなので、はい、まだ入ったわけではないですよね。まあそう言いなさんだよまあまあでもまあまあそれは言う通りだ、ね、それはその通りだ、そうですよね、はい、で続いて2球団が行ったのが西川選手、はい、青山学院ね、外野手、外野手です、ね、オリックス、それからロッテ、はい、両方ともやっぱパリーグ行きましたね。まあ、そうだな、はい、まあオリックスの方も、うん、まあ、センターがね欲しいという、はい、まあ、センター十分できるし、そうですね、でロッテの方も、はい、やっぱこう右の外野手というね、はい、ベテランが、そうです、荻野選手と多いからね、はい、まあ、若手 その西川に行ったという、はい、そうなんです。で、まあ、結果ロッテに行った、はい、ね、ロッテに決まりました、はい、おめでとうございます。おめでとうね、うん、はい、まあそういうことなんだね、はい、でこの、はい、まあ、西川選手、まあね、スラッガーということで、はい、パンチ力に加えて対応力も高く率を残せる強肩を武器とした外野守備も魅力的な選手、はい、いやね、もうね、うん、打席に入ったら超積極的だよ。いきますか、もう行く行く、もう初球からもうとにかく見えたボールは振っていくっていうタイプだから、うん、超積極的。西川選手が入ることによってロッテというのは、はい、さらに期待できる部分っていうのは来シーズン、ね、それはもちろん期待はできるよね。ただ競争はあるからね、まだね。あ、そうですよね。だって確約じゃないから別に。そうですね、うん、だからそれなりの力を示さないとね、はい、だから優秀な外野手多いからさ、やっぱりね、はい、うん、はい、まあ、そこら辺は頑張ってほしい、はいはい、さあそして4球団、金丸投手どこが行ったのかと言いますと、はい、セリーグです。セリーグ中日、はい、それから DeNA、はい、阪神、巨人という面々が行きました、ね、金丸投手。ああ、で、見事引いたのが、まあ、中日と、もうあの井上和樹さんのガッツポーズ、脱臼したと本人も言って、ああ、そうおっしゃってましたけど、今までで一番でかいガッツポーズしたっていうねあの首からかけてるね、あれがひっくり返るぐらいになってましたからね。まあでも、なんて言うんだろう、はい、もう本当に望んでたというか、うん、あ、小笠原に容認を出して、はい、じゃあ金丸が取れると、うん、もう最高のドラフトになったね、これだけで。そうですよね、うん、金丸投手がバンテリンでこれからホームとして投げることになります、はい、いや、そりゃね、はい、ピッチャーにとってバンテリンってプラスだよ、うん、そりゃ広いもん、それとあんまりホームラン打たれないピッチャーで、うん、そうなってくると、なんて言うんだろう、やっぱ勝ち星っていうのはある程度打ってくれたら
もう計算立つよね。そうですよね、もう計算立てるぐらいの感じで、まあ、中日の首脳陣とかも考えてると、もう来シーズンすぐにもう先発ローテという考えで、これはどうなんでしょう。今の段階ではもういいよね、構想には入ってる、まあ、入ってる、もちろん、うん、まあ、左の小笠原投手がメジャーに行くということもあって足りないというところで、いきなり入団して130キロしか出ないっていうことはないでしょう。そうですよね、急にあれみたいな、投げ方忘れちゃったみたいな、ないでしょう、うん、それがない限りもうローテーションには多分入ってくる。あ、もう X でも、中日ファンの皆さんが泣いて喜んでおりました。いや、もう新人王候補だからね、本当に。そうか、もう20丸だから、20丸に花丸つけてもいいぐらいぐらいな感じですもんね。そう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 、見事です、はい、さあ、そして、5球団いきました、はい、米山選手は、西武、それから楽天、日本ハム、はい、ソフトバンク、そして広島広島はね、もう公言していましたけれども、はい、でもセリーグは広島しか行かなかったんだよな。そうなんですよね。 あとはみんな金丸投手、あとはまあ中村投手、そうだ、ね、になりました。パ、はい、リーグはやっぱり多かったですね。多かったな、やっぱり内野手ということで欲しい、まあ、もちろんそうだね、まあ、やっぱりね、ショートがきっちりできる選手って、はい、なかなか探してもいないんだよね。だからそういう意味では評価は高かったと思うし、はい、やっぱ、まあ、三拍子といや三拍子揃ってるから、はい、まあ、欲しかっただろうな。そして見事交渉権を引き当てたのが楽天でした。そうね、はい、まあ、やっぱ頑張らないとな。そうですね、そうですよね。いやいや、なんて言うんだろう、うん、あそこ村林がいるよね、はい、だからどうするんだろうなと思って、うん、でセカンドをコブちゃんやってたけど、はい、コブちゃんはどっか外野かなんかに動かすのかなとか、うんうん、まあ、いろいろ考えるよね、はい、やっぱ二遊間を絶対やらしたいだろうし、村林も下手なショートじゃないからね。もちろんもちろん、まあ、だからどっちかをセカンドにするんだろうなっていうことになりますよね。でも宗山がショートか、宗山ショート、村林がセカンド、セカンドっていう二遊間になるのかなと、もちろん宗山、まあ、分からんけどな。まあ分からんけど、まあ、楽天のあの球場ってやっぱ守備って大変だからな、はい、うん、あの天然芝あるし、はい、うん、まあ、気候的にも寒かったりとかするからな、ね、だから頑張らないとね。そうですよね、はい、まあ、東北のスターになってほしい。宗山選手も当然やっぱり来シーズン、はい、スタメンで行ってほしい。いや、もう宗山は多分使うと思うよ、もう即、うん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 、やっぱよっぽどじゃない限り、はい、まあ、使える選手だし、うんうん、やっぱこう最初からもう英才教育でずっと使っていくと思う、はい。なるほど、うん、じゃあ楽天ファンもね、来シーズン早々に楽しみが一つできたなというところですよね。さあ、そしてここからが1巡目で取れなかったチームの、そうだよ、外れた球団ね、はい、そうなんです、まあ、9球団、はい、もう重複、あ、重複して、はい、まあ、11球団か、はい、でまた入札があってみたいな感じだからな。でここで、はい、かぶったチームがいました、はい、柴田レオ選手、はい、ですよね。ここが日本ハムとソフトバンクでかぶりましたね。まあ、ソフトバンクは、はい、地元ということでね、福岡さん、山下俊平とは取り損なってるから、ぜひともということで行ったんだけど、はい、まあ、行くよね。行きました。で、日本ハムはもう二刀流でおそらく育てたいという、もうね、大谷に似てるんだよ、やっぱ打ち方とかね、あの高い球に、そうそうそう、はい、いや、だから二刀流といえば日本ハム、はい、ノウハウといえば日本ハムが持ってる、うん、しかし地元のソフトバンク、はい、ね、これは絶対行かなきゃいかん、これはもうクライマックスシリーズのファイナルステージのなんか戦いを見てるようでしたね。いや、そうだよ、見事制したのが日本ハムでしたね。ね、新庄監督がね、はい、小久保監督と一緒に、はい、まあ、同級生だから仲いいよな。そうですね、なんかこうギスギスもしなく、そうです、そうです、スッとね引いて決まったけども、うん、やっぱ新庄監督がかっこいい。両方かっこいいです。だからやっぱ新庄監督は異彩を放ってましたね。まあ、そうだな、いや、おしゃれでかっこいいなと思いましたが、まあ、まあだけど、はい、ね、でもソフトバンクでも日本ハムでも、うん、本当に両チームいい球団だから、はい、だから良かったなと思ってね。そうですね、でノウハウもちゃんとね、日本ハムは、うん、まあ、栗山前監督がね、はい、まあ、見ててくれるしね。そうですよね、うん、だから、まあ、いい球団に入ったなと思うよ。二刀流、まあ、矢沢選手という選手が今二刀流でいます、はい、で柴田選手もやはり最初からも二刀流ということで育てていくと思うよ、うん、やっぱね、スケール感が矢沢とはちょっとまた違う。
はい、矢沢ちょっとこじんまりしてるけど、うんうん、こっちはねやっぱでかい、やっぱ大谷クラスだわ体が、はい、うんうん、だから同じような鉄を踏んでいけば、はい、なんか面白い存在になるな。わあ、チャンスありますし、チャンスある、チャンスある。新庄監督はねやっぱり、はい、あの引けて握手をねいろんな方としてたので、ね、やったという気持ち、いや、やっぱ逸材だよ。逸材ですね、はい、そして石塚選手も重複しました、はい、西武ですね、西武と巨人かな、はい、はいはい、そうです。さあこの石塚選手、この重複になった時に、あ、ここで来たかという感じでしたか、豊さんは。そうだな、やっぱり打てるショートとか、はい、まあ門脇いるんだけど、はい、門脇はね、まあ、どこでもできるんだよ、うんうん、でも石塚っていうのは大きくなってほしいな、もっとスケール的に、うんうん、だから坂本勇人目指すわ、うん、だそこを巨人は狙ってたな。まあ狙ってた、うん、で一方で西武は、いや西武は、はい、まあ、源田の後釜っていうことも考えるかもわからないけど、外崎をやっぱ外野に持ってって、うん、やっぱこの二遊間を組ませたい、うん、源田と、はい、で源田が元気なうちに石塚をなんとかしたいという、うんうん、そしたらやっぱこう吸収するものも違うだろうしというところだったんだけども、はい、まあ、結果、はい、ジャイアンツという。そうです、ジャイアンツが引き当てました。でもジャイアンツに坂本がまだ現役で残ってるっていうところに石塚が入ってくるっていうことが価値がある。そこに意味がある。やっぱりね、英才教育だよ、坂本につけて。ああ、もう見て姿を。ああ、もうそ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 う。ああ、いや、それをできるといいな。スケール感が出てくると思う。なるほどね。だから教育も分かってるしね、うん、高校生から入ってきて、はい、坂本も1年の終わり頃かな、うん、1年目のちょっと上に上がってみたいな、うん、で2年目からみたいな、そんな感じだったでしょ、はい、キャンプで。だから石塚っていうのもやっぱこうそういう坂本からどうしたらいいかとか、うん、坂本がなんだ二岡いるじゃんみたいな、うん、思ったところから、いやなんか門脇いるじゃんみたいな、はい、ところからの勝負だから。そうですよ ね、まあ、あと伊豆口選手もいますしね、伊豆口もいるんだよ、はい、もう非常に激しい争いになると思うんですけれども。いやだけどね、石塚魅力あるよ、魅力ある、いや本当に魅力ある、うん、あの石塚選手はあのもちろん最初2軍スタートでこう育てていって1年目の終わりから、まあ、いきなり1軍どうかなと思うけど、うんうん、ただねバットのヘッドのね走りはいいよ。あ、そうなんですね。ものすごい効くよ。だから坂本と似てるんだよ結構。ちょっとスタイルが似てるんですか。うん、多分似てるようになってきたらいいな。あ、だから、はい、あの春のキャンプとかぜひね、はい、なんか坂本選手と同じ組で帯同とかできたらいいですよね。同じ部屋はやめとけよ。いやいや、だって疲れちゃうから気を使ってね。気を使って、そうですね、はい、ということで石塚選手は巨人が見事交渉権引き当てました、はい、さあここからは、はい、こう単独でそうだね、いけたという感じになるんですけれども、西武ですけれども、西武は斉藤選手ということになりました、うん、はい、はい、伊藤さん、このあたりはなんていうの、これ身体能力が高いというかさ、はい、だからなんかね、まあ、ピッチャーもやるけど内野もやるという、だから何でもこなせるんだ、器用ですね。だから結局ね能力が高い、うん、野球をやる能力が高い、はい、でバネがある、だそこら辺がちょっと魅力かな。うん、だからどっちで育ててもいいような感じだけど、はい、多分内野で。お、今ちょっと速報になるんですが、西武がここで渡辺選手を指名しました。いや、これ取れたらでかいよ。もう取れるのか？これはどうな、取った。取った。取った。ああ、よかったね。よかった。いや、これ4番候補だから。そうですよね。今ちょっと速報的な感じになりましたけれども。いや、だからこの駆け引きっていうのがあって、確かに。いや、渡辺は1位で消えると思ってたんだけど、はい、やっぱどこも行かなかったよね。ですよ。いや、それで斉藤行ったという。そうです、西武。いや、でもこのやっぱこうなんていうの、バネがあるというかさ、はい、身体的に能力が高いっていう、うんうん、だ何でも化けれるっていうところに魅力を感じるな、はい、斉藤って、斉藤選手に、はい、うん、西武でぜひ、ね、今あの西武は本当にゼロから、はい、あ、立て直しっていうところがあるので、そんな中でチャンスは非常に多い、多い、大きいですよね、はい、楽しみです、はい、さあ続いていくのはオリックスが、はい、麦谷選手、麦谷行けましたね、単独で。いやいや、まあ、西川が大学生で、はい、西川がダメだったら、うん、やっぱ次に来るのは渡辺か麦谷かっていうような、はい、まあ、ところだったんだよね、うんうん、まあ、麦谷を取ったけども、はい、まあ、これはあのやっぱ能力が高いし一番候補だし、うん、でオリックスで一番っていうと、はい、なかなかこうピンとこない、うんうん、でも大型でホームランも打てて、はい、三拍子、高走手揃ってるから、はい、だから非常にあの面白いと思うよ、うん、
この選手も即戦力で出すかもわからないね。あ、すぐに出る可能性が、はい、あの下村投手、常廣投手からあのホームランも青山があのと打ったっていう、はい、ことで注目を集めたということで、はい、豊さん、あの富士大学にも非常に注目はしてたんですよね。そうそうそう、まあ、麦谷は消えるだろうなと思ってたけど、やっぱこう示してきたなっていう感じがするよね。そうですね、はい、さ、続いていくのは、ソフトバンクですね。はい、ソフトバンクが、はい、神戸弘陵の村上大斗投手、火の玉ストレートを持つという、これはね、はい、あんまり知られてないかもわからないけど、うん、高校生で俺はナンバーワンだと思うよ。おお、そうなんですね。やっぱね、球質がいい、なんかこう回転数があるというかさ、うんうん、やっぱそれに伴って力がある、だからやっぱナンバーワンだと思うけど、いや、ここまで残ってたっていうのがソフトバンクが良かったねと思うよ、うん、そうですね、最速153キロの右腕ということで、はい、そのやっぱりストレートの、うん、その浮き上がるようなあの火の玉の、そう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 、これがやっぱり持ち味っていうことなんですね。昨年は前田っていうのを取ってさ、はい、こう抜いてくる方でしょ、はい、今度は押してくる方だから、また違う、違うね、違うパターンのピッチャー取ったよね。ということは来シーズンの中盤から後半にかけてデビューする可能性っていうのは、いや、ソフトバンクはやっぱり育成ちゃんとするから、うん、故障しない体を作るために1年間はじっくり体を作らせる、投手経験もまだ浅いと、まあ、キャッチャーやってたからね、だからキャッチャーやってたから地肩は強いんだよ、うん、だけどやっぱこうそういうピッチャーとしての体を作り上げなきゃいけないと思うから、はい、だからそんなにね焦らない、そうですね、それは 焦って出てこられて故障しても困る、はい、でも能力がめちゃくちゃ高いから、うん、ほっといても早く出てくる、うんうんうん、そこはじゃあもう楽しみにちょっと今後、数年後ということになりそうです、はい、で、続いて広島ですね、はい、広島は、佐々木選手、はい、青山学院、そうです、ね、はい、三塁手、はい、これ縦振りだよ、はい、あ、縦振り、縦振り、はい、縦振りでブーンっていくタイプなんだけど、はい、それ当たればすごいかもわからないけど、うん、まだやっぱこう欠点が目立つ、ただ能力、うん、そういうものを考えると、うん、それは魅力はあるかもわからないけど、うん、その自分の苦手なところを克服できるかどうかな、まずはそこなんですね、うん、ただ物自体はでかい、大きい、大きいとは思うけど、うんうん、だからハマってくれるといいなっていう、あ、岐阜商業高校時代には高校通算41ホーマーを記録するなど、はい、まあ、長距離砲として活躍、はい、で青山学院大学では1年生の春からサードのレギュラーを獲得すると、はい、リーグ戦で4ホーマーを放ちベストナインを受賞、はい、3年の夏には日米大学野球選手権の侍ジャパンにも選出されたということで、はい、広島はこの選手に、佐々木選手に行きました。だから物はね、ものすごいものを持ってる、ただ苦手なところ、弱点っていうのが見えやすい、あ、まあ、我々から見るとね、はい、だからそこを埋めていけると、うん、まあ、相当怖いバッターにはなれると。一応サードということなんですけど、うん、そもそもその宗山選手が取れなかったと、ただね、サードやってる人がプロに入ってショートできるかって、それは無理無理、セカンドも、いや、そしたらファーストに回すかも、本当に打てるんだったら、はい、うんうんうん、まあ、小園がサードで、はい、でも宗山取れなかったら小園をセカンドに持っていって、佐々木をサードに持っていくっていう可能性はあるよね、うんうん、ありますか、うん、来シーズンどうですか、ちょっとまだ早いですか、それは、いや、まあ、どうやって伸びていくかっていうのがわからないし、うん、プロに入って、はい、ね、ちょっと教えたことによってガラッと変わる選手もいるから、はい、だからやっぱこう変えられる自信があるじゃないの、広島は、うんうんうん、だからまあそこら辺に期待だな、そうです、ね、やっぱ中軸という意味ではね、はいはい、さあ、そして DeNA が、まあ、金丸投手行けなかったんですけれども、はい、三菱重工ウエストの武田悠投手に行きました、うん、まとまってんだよね、まとまっている、うんうんうん、もう本当にまとまってる、はい、ピッチャーで、言えば穴がない、言えば特徴がそんなにない、はい、うん、でもまとまってる、ゲームは例えば壊さない、はい、っていうようなタイプだよね。もともと出身高校が履正社で、そこから明治大学に行って三菱重工ウエストに行ったということで、はいはい、抜群の制球力でゲームメイクをできる能力に長けており、うん、多彩な変化球で打者に的を絞らせない投球術も持ち味、特に追い込んでからのスライダーフォークは一級品と、はい、こういうこの武田投手、まあ、そうだね、はい、やっぱりその
左のピッチャーがいないということで左の金丸投手に行ってたと思うんですが、うん、ここはまあ右の武田投手でも、まあ、より即戦力を取りたかったんじゃないの。だから育てるっていうもう、はい、もうなんかちょっと完成品に近いような、うんうん、そういうピッチャーだから、はい、もうすぐ来てもちょあの日本シリーズでも投げやすい、投げやすい、いやそのぐらいにまとまってるんだよなるほどな、うん、だからやっぱりね、先発の中の一つに入ってくださいっていうことなんでしょうね。まあ、まあね、中とかではないっていうことですよね。まあ中とかじゃないな、うん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 、こう強烈に速いわけでもないし、うん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 、なるほど、はい、さあそして阪神が、井原投手でした ね、はい、ね、井原貴人投手 NTT 西日本、はい、やっぱり左が欲しかったね。ああそうですね、左、うん、それで伊藤将司がちょっと悪かったから、はい、まあタイプ的にはそういうタイプなんだよね、うん、はい、そこに魅力を感じたのかなっていうような感じがするけどね、うん、あの智弁学園高校から大阪商業大学を経て NTT 西日本、はい、で身長も170と大柄ではないんですよね、うんうん、まあ、そんな中でスピンの効いたストレートを投げ込む澤、勝負どころでの強気のピッチングが光るということで、うん、だからヤクルトの石川みたいなイメージで捉えておいてくれればいいかな。はい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 、うんうん、まあ今ではそう違うかもわかんないけども、うん、石川の若い時ってやっぱ向こう気が強かったからね、はい、だからあそこまでできたんだよ、ね、うん、できたし、やっぱこう要所のところはスパーンと突っ込んでくるような、はい、まあ、そういう投球も見せてたから、はい、まあ、井原も多分そういうようなピッチングスタイルになってくるかなって思うよね。なるほど、うん、だからまあ駆け引きができるピッチャーだよ、はい、うんうんうん、言えば、なんていうの、藤川監督が、はい、まあ、どっちかというとこう好きなタイプかな、駆け引きをするという、はい、うんうんうん、自分にはない火の玉ボール、まあ、そうですね、そうじゃなくて、うん、やっぱ駆け引きができるピッチャー、うんうん、だそういうのをこうより即戦力として取ったよねっていうことなんですね、はい、なので社会人は2球団、 DeNA と阪神が社会人2名ということで、はいはい、ね、今年はもしかすると、ね、うん、大学生、まあ、大学生中心かなと思ったら、うんうん、やっぱりこう社会人の、ね、即戦力、はい、うん、あとは高校生の、はい、やっぱ素質豊かな魅力のある選手をやっぱこう来たね、幅広くね、そうですね、うん、でその後は 2位以下はまだ分からなくて、本当あの西武の渡辺選手しか今私たち分かってなかったんですけど、はいはい、まあ、西武も渡辺選手取れて、いや、よかったな、よかったですよね。あ、阪神今朝丸投手来ましたね、今朝丸ね、はいはい、これはもう取れた確定だそうです、はい、まあ今朝丸も俺ね、うん、確かに何ていうの、村上、はい、ものすごくいいよ。だけど伸びしろって考えるとさ、けさ丸もあるからね、非常に柔軟性のある中心なんですか。柔軟性で肩甲骨がめちゃくちゃ柔らかいんだよ、うんうんうん、それはね佐々木朗希に匹敵するぐらい柔らかいから、はい、うん、だからそのもうね、力が体幹がもっと強くなったらもっとすごいボールを投げる可能性があるよね、うん、そしてまた出てきます、ソフトバンク今庄司内野手、神奈川大学人大ですけれども、うん、取れたようです、交渉権取れたようです。なるほどね、内野手行きました。まあ続々と決まるけどもな、藤田君ね、東海大相模藤田君が日本ハムに行きました、2位で。ああ、日本ハムはすごいですよ、いいね、いいドラフトできてるんですかね、今年ね。いや、伸びしろがめちゃくちゃある選手を取ってるから、はい、うん、それは魅力あるよ。ゆやかさんは、はい、まあ、今こう、ね、選手のたちの名前出てますけれども、はい、この中でなんか一番注目したい選手っていうと一人ピックアップすると、まあ宗山って言いたいんだけども、うん、やっぱり石塚かな、石塚選手、やっぱ坂本勇人の後継者として大きく育ってくれるかなっていう、俺が好きになるタイプかなってそうですね、系統的には、系統的にはね、はい、あと今ジャイアンツが浦田内野手、九州産業大学から小柄で足も速く、あ、今盗塁もね仕掛けたそのシーンも出てますけれども、はい、やっぱりこう1点を取る野球、やっぱそういうのをこう安倍監督は構築していきたいんだろうな、やっ
っぱりそこはあるんですね。あるんだろうな、うん、やっぱ守りを中心として1点をどうやって取るのか、うん、まあ、そこには小技があったりだとか足があったりだとかもしなきゃいけないし、うん、やっぱ守備っていうのは水も漏らさぬような、はい、やっぱ鉄壁な守備っていうのも必要だから、うん、まあ取ったと思うけどもね。なるほど、うん、いや楽しみだな。いや本当に、まあただね、人生これでね、うん、ねみんな楽しみにこう見てるけども、はい、なんかこう思いはやっぱね小さい頃から野球やってきて、うん、いろんな思いを持ってやってるよ、うん、で一流の球団にみんなが入れるわけでもない、うん、このくじというものが、そうです ね、まあ運命をいろんなことで変えていくかもわかんないけども、うん、まあでもやっぱ縁があって入るわけだし、はい、まあ、入団すると決めたらね、うん、もう頑張ってほしいなと思うね。そうですよね。今挙げたこういった選手たちが来シーズン活躍してますねとか、あ新人王取れそうですねとか、うん、なんかそういう活躍を見せてほしいですね。いやそれはもちろんそうだな。まあセリーグは金丸中心、はい、でパリーグは宗山中心で新人王とかね、うん、はい、まあ、進んでいくと思うけども、うん、ね、誰がくさびを入れて誰が抜いていくのかっていうのね。そうですね。これあの1位じゃなくて下位の選手でも抜いていく選手っていうのはいますもんね。もちろんもちろん。ぜひね来シーズンね野球界をこの新人の選手たちが盛り上げていってほしいです。はい。